じゃあこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、はい、今日もファイナルステージの第3戦が行われました、はい、そうだね、はい、はい、これ両リーグともに、はい、ヤクルトとオリックスが大手ということで、まあそうだね、はい、まあ今日勝てば、うん、まあ日本シリーズへというね、はい、大手のかけてるチームはね、はい、でヤクルトの方は高橋奎二、はい、で阪神は青柳、エースを持ってきたね、はい、中五日、はい、でオリックスの方は田島、うん、でソフトバンクはやっぱり中五日で千賀というね、はい、まあもう後がない、阪神とソフトバンクは負けられないということで、ね、もうエースを持ってきたよね、はい、はい、ということでどうなりましたでしょうか、はい、まずセリーグからこちらがオーダーです。そうだね、ヤクルトはまあ、あの青柳ということで、うん、あの宮本をセカンドに入れて、はい、まあ、3番にそのまま入れたということで、はい、あとはもう変わってないというね、うん、まあ、オーダーにはなってます、はい、で阪神の方、まあ、2番に北条を持ってきて、うん、で、まあ、マルテをね、うん、今日はファーストで持ってきた、はい、ね、昨日はサードだったんだけど、で佐藤をまたメンバーに戻し、まあ、サードということ、大山がライで左対策で陽川、はい、でピッチャー青柳という、はい、まあそういう布陣になってるけども、まあ、打線がどういうふうな機能をしていくかね、はい、うん、まあ楽しみではあるけどもね、はい、はい、ということで結果です。はい、ね、ヤクルトが6対3で勝ちました。そうだね、まあ、まあ先に言うと、うん、もうこれで日本シリーズに進出ということでね、決定はしたんだけども、はい、まあ、ちょっとゲームを追っていきたいのが、うん、2回佐藤にバントって書いてあるけども、はい、大山マルテって連続フォアボールだったんだよね、うん、高橋奎二が、まあ、初回こそその3人で切り取ったんだけどもさ、はい、でここでやっぱどうするかなと思ってたの、うん、で佐藤を先発に戻したじゃない、はい、まあ、左対左っていうのはあるにしても、うん、ここバントでよかったのかなっていうようなね、うん、気がしたんだけども、とにかく先制点が欲しい、まあそうなんだろうね、うん、それで陽川もあの左対策で使ってるっていうこともあるし、はい、まあ青柳が投げてるし、うん、やっぱね先に点を取ってあげたいという、うん、まあやっぱり矢野監督の気持ちが伝わったバントだったんだけども、はい、やっぱ案の定というか、まあ、成功は難しいだろうなって、うん、これなぜかというとやっぱ大山というセカンドランナーが、はい、まあ足は遅くないんだけどもさ、やっぱ走塁に長けてる選手じゃないだけに、うん、まあ、ちょっとバントを失敗して、まあ、続いて陽川三振、うんうん、で梅野で満塁になるんだけども、はい、青柳三振と、はい、いうことで、まあ、最初のチャンスをものにできなかったというね、うん、で4回、はい、大山またフォアボール、うん、でマルテ、はい、ライト前というか、うん、まあ、セカンドが抑えたんだけども、ここで大山がいい走塁を見せてね、はい、1・3塁を作るんだよね、はい、ノーアウト1・3塁、はい、まあここは点になるだろうというふうに思ってたら、うん、次の佐藤が初球を打ってサードのサードあのファールフライ、はい、まあここでワンアウト取られた、うん、陽川にプレッシャーがかからないかなっていうふうに見てたら、まあセンターに打ち返し、うん、まあ犠牲フライで1点を取るという、はい、まあここでどうしても点を取りたかったから、うん、まあ青柳も頑張って抑えててね、はい、でまあ先取点を取れたっていうのはちょっと大きかったかなっていうふうに思うよね。で5回、はい、青柳のヒット、はい、まあこれツーベースなんだけども、うん、あのヒットから中野が送りバントするけども、はい、あのまた失敗なんだよね。まあセカンドランナーがやっぱ青柳っていうことがあるよね、うん、で牽制もキャッチャーからの牽制も入れられて、はい、あんまり大きくリードも取れなかったと思うんだけども、はい、まあ、ここでもその中野がバント失敗、うん、ただし北条がレフト線のツーベースで、2、3塁を作るんだよね、はい、で近本、うん、最も期待するバッターだったんだけども、はい、まあ、三振、うん、で2アウトになったんだよね、はい、2アウトになったけども大山がカーブを、センター前に弾き返して2点タイムリー、うん、まあ、大山がこう非常にあの頼れる、うんうん、4番になってきてたからね、はい、あこれは今日はいいなっていうふうに思ってたし、うん、青柳も非常に要所要所を締め、いいピッチングをしてたんだけども、はい、
ただここの逆転される前に、うん、先頭打者をフォアボールで出すケースが非常に目立ってたんだよね。まあ、例えばその宮本に対しても先頭フォアボール、はい、でサンタに対してもフォアボールということで、まあ慎重にはなるわね。宮本なんかは村上が次にいるし、でサンタのホームラン気をつけなきゃいけないし、はい、それが先頭バッターで立ってきて、まあ、フォアボールを出してる、うん、でまあ危ないシーンも多少あったんだけども、はい、まあでもほぼ完璧に抑えていったというね、うん、はい。で7回2つのミス絡みヤクルト大逆転。ここが2アウトからなんだよね、うん、まあ、中村が三振をして、はい、でサンタのフォアボール、うん、で長岡が、セカンドゴロでランナー入れ替わり、はい、まあ、代打に青木、はい、青木がデッドボール、一番塩見に回ってインサイドインサイドにさこだわってさ、これはあの帝京大学の同級生なんだよね、青柳と塩見っていう、はい、だから両者譲らずというところで、うん、まあ、フォアボールを選ぶんだよね、はい、でツーアウト満塁、うん、ね、で当たってない2番山崎、うん、今日全くダメだったんだよ、はい、で1打席目が三振、うん、2打席目三振、うん、で 6回に3打席目は初球を打ってセカンドゴロ、はい、全くこう合ってないんだよね、うん、まあでもなんとかしようとする気持ちは伝わったんだけどさ、はい、これがファーストゴロなんだよ、はい、でファーストゴロこう1、2塁間の方飛び出したんだけどもさ、うん、セカンドがさばけるゴロだったんだよね、はい、だからマルテがなんであそこまで出ちゃったのかなって、で取って流れのまんま一二塁間の方に取りに行くからセカンドにスローしてるけども、うん、一塁ランナーが塩見だから足速いんだわ。そうです、だから投げてもセーフだったんだよ、うん、投げなきゃよかったのにさ、それで暴投投げて2点取られる、なるほど、ね、で1点差になる、はい、でまだチャンスは残されるじゃん、はい、3対2だから、はい、で次の宮本、はい、粘って粘ってで村上につないだんだよね、フォアボールで、でなおも満塁になったんだよ、はい、で村上がファーストへのボテボテのゴロ、うん、はい、これを宮本の時にハマチに変えるんだよ、はい、青柳からね、はい、やっぱ、うん、宮本がやっぱこうヒット打ってるしフォアボールも選んでる、うんうん、まあ青柳に合ってるかなというところで、はい、で浜地から粘って粘ってさ振らなかったんだよね、膝元のスライダーを、うん、それで村上につないだのよ、はい、で村上がその浜地から一塁にボテボテのゴロ打ったんだよね、うん、でそれは浜地が処理しに行くんだけども、うん、グラブトスをこうやってしようとするんだよ、はい、それが大きく浮いちゃってさ3人帰ってきちゃったんだよ、エラーになって、それがとんでもないところに、もうマルテが一塁ベースに待ってたんだけど、はい、その上空を越え、セカンドがカバーリングも間に合わず、うん、村上は一塁にヘッドスライディング、うん、まあ村上のあの走塁っていうのは三冠王を取った人間が一塁にヘッドスライディングするっていう姿は俺見たことないんだけど、うん、でもああいう姿っていうのは必死な姿っていうのはすごく胸を打たれたし、うん、ただ俺が思ったのは阪神側はなんでマルテを3点リードしたんだから、うん、守備固めに入らなかったのかなっていうふうに思ったわけ。なるほど。で常時出てる選手だったらまだしも、うん、もう本当に今年スタメンが3回4回ぐらいしかない選手でしょ、うん、それを3塁から1塁に回したところでやっぱ俺は守備固めがいると思ってたんだよ。なるほど。だけど8回にそのマルテから、うん、回ってくるんだよね打順が、はい、だからここまで我慢しようと思ったと思うんだよ。うん、それが裏目に出たんだよね。なかなか難しい選択ですよね。うん、マルテのせいだけではないけども、うん、だけどなんかここで守備固めを使っていればこういう展開にはならなかったのかなっていうようなね、うん、なんかすごくもったいないような5点だったけども、これがヤクルトの圧力なのかなっていうふうに逆に思った。うん、やっぱり
こうシーズン中から阪神のこうミスだったりエラーでちょっとこうねリズムを崩すっていうことがこういったところでもやっぱり出てしまったっていうところですか。ただね、あの DeNA 戦を見てる時にはリードしたら守備のうまいやつをこう守備固めでどん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 変えていってたんだよね。ただね、ここで変えられなかったっていうのはやっぱねヤクルトの打線の怖さなんだよね、うん、でおそらくマルテから始まってマルテが出たらダイソーを送ってみたいな、うんうん、もう1点を取りに行きたいっていう風にやっぱ考えたんだと思うんだよ。3点ではまだ安心全然できないっていう風に思っちゃったんだよね、うんうん、多分だから変えなかったんだと思うけど、うん、その考えがやっぱ裏面出たね。やっぱりこのファイナルステージでマルテ選手を起用している理由とか、うん、っていうところもやっぱりこういうところに大引いてくるという感じですか。だからマルテの確かにねこうヒットをつないで得点にをつなげたりだとか、はいはい、起用は俺は間違いではないし、そうですよね、うん、で昨日なんかは犠牲フライを2本打ち上げて2打点取ってるしね、うんはい、だから全然いいんだけどやっぱ守備という面ではさやっぱこう早く手を打った方が良かったのかなっていう悔いが残るね。ここはなるほど難しい、うん、タイミングが難しいですね。まあそうだね。でこうなったらね8回キャプテン山田がダメ押しのタイムリー、はい、ね長岡に、まあ、左ピッチャー岩貞だったんだけどもさ、はい、長岡にワンアウトから送らして、うん、9番に山田を持ってきたんだよね、はい、あの代打をね、うん、そしたらケラーが出てきて、はい、ケラーとの勝負になったんだけども、まあ、ダメ押しタイムリーを打つという。そうです、うん、だからこうものすごいいい仕上げができたというね、うん、ヤクルトはね、まあ、そんなゲームにはなったけども、まあ、阪神はバッティングの状態が上がってきてた だけにね、うん、これを勝ち切ったら次の試合はすごく面白かったと思うんだよ、うん、明日はあの伊藤が投げる順番だったしね、はい、予告先発ではだからまだチャンスは残されたと思うんだけども、うん、やっぱここの5点っていうのは厳しかったな。もう前半ね阪神のペースで進んでいたところなので、うん、余計にこうちょっと足りない。阪神ってさ、うん、やっぱ中継ぎの投手陣がいいって言われたじゃない、うんはい、だからもう3点で十分だって思えなかったんだろうね。なるほど、うんまあ、だからそれだけやっぱりヤクルトの打線っていうのは怖いということだよね、うんはい、ということで、まあ、ということで、はいまあ、日本シリーズおめでとうございます、うんはい、2年連続というねヤクルトは強かったですね、はいはい野村監督が成し得なかった、うん2年連続日本一ということに、はい夢をつないだということで ね、これからも頑張ってほしいと思いますが、はい、まあ阪神の方から言うとね、うん、第一戦の原口の13球粘って、はい、ハーフスイングがどうのこうのっていうのも、うん俺は感動したし、はい、あの島田のね粘って粘ってセンター前タイムリー、うん、こういうこともすごく感動したし、はい、マルテを使わざるを得なかったそのマルテが、2打点上げるとかさ必死に抵抗はしたと思うんだよね、はいうん、で最後は青柳なんかはねまあエラーで報われなかったけども、はい、だけど本当にエースとしてね、うんしっかりゲームを作りあのバトンタッチしていったけどもさ、はい、阪神は本当に、うん、よく戦ったと思うね。負けたら何にもならないんだけどもさでもそこはなんか評価してあげたいなっていうふうに思いました、うん、はい、ね、ということで、はい、セリーグはヤクルトが日本シリーズに進出ということで決着しましたね、はいはい、それではパリーグです。はい、はい、ではまずオーダーから見ていきます、はい、オーダーね、はい、オーダーこうなります。はい、ほとんどね変わらないっていうことはないんだけど、うん、まあ昨日この下位打線、うん、非常に足立とか T 岡田とかいろいろ使って下位打線期待したんだけども、はい、全くダメで、はい、まあ今日千賀ということで頓宮若月紅、うん、林と、はい、いうことで、まあ、ピッチャー田島、はい、でソフトバンクの方は左ということで、はい、正木と野村を入れてきたというね、はいうんまあ、昨日はリチャードだとかそういう人間が出てたんだけども、はいまあ、今日はあの田島、まあ、左だけども正木野村をね、使ってきたという、はいまあ、そういう布陣を引きました。はい、ねはい、ということで
はい、結果こうなりましたね。まあ初回三森がいきなりツーベースヒットで出るんだけどもさ、はい、次の送りバントを田島がファーストへ悪送球するんだよね。うん、まあそれをきっかけに当たってなかったデスパイネが2点目を叩き出す、うん、この2点目が効いたんだよね。なるほど。まだ1点だったらまあ千賀は投げてるけど、うん、1点っていうことはね、非常に重くのしかかった。で5回、はい、で甲斐がツーベース打って三森が送りバント、うん、まあ際どいタイミングにはなるんだけどセーフになり、はい、まあ周東がまああれ外したのかどうかわからないけども、はい、ちょっと失敗するんだよね。でチャンスを潰す。で流れが変わるかなと思ったんだけども、うん、千賀がやっぱ5回ピシャーっといくんだよね。流れ変わらない、うん、千賀のあれではあの投球では、はいね、で6回、はい、まあ2アウトだけどもさ宗がヒットを打って、うん、はい、一塁ランナー福田が三塁欲張るんだよね、はい、でそれを柳田が刺すんだよ。うん、ここで問題なのは次の中川が千賀からヒットも打ってるし、はい、非常に良かっただけに、うん、ちょっともったいないなっていうようなね、その福田選手の走塁がね、はい、これはちょっといかんなと思ってね、うん、中川に回ってたらちょっと流れが変わったかなっていう風な感じはしたんだけども、はい、その裏の表の7回、はい、まあやっぱ野村っていうのはパンチ力があるね、うん、ルーキーながら右へのホームラン、はい、この1点は大きかったね。うん、うん、でその裏7回、はい、中川ヒットで西野のツーベースでワンアウト2、3塁を作るんだよ。でここで杉本ってこのシリーズ当たってるから、はい、あの期待はしたんだけどもさ、はい、サードゴロで返せないんだよね。うん、で後続も倒れてまあ得点にならずという、はい、うん、だからちょっともったいない。まあ例えばその福田の走塁したとかさ、はい、せっかくチャンスをものに、作ってるのにものにできないとかさ、まあ9回もモイネロを追い込んだんだよね、はい、まあ点差があるから追い込んだまではいかないかもわからないけども、うん、でも2人置いて杉本とか、はい、チャンスはあったんだよ。まあそこでもちょっとゲッツーでね、井本が倒れてゲームセットになったという。あとなんかこうソフトバンクが初回から点を取って、うん、焦りみたいなものもあったんでしょうか。まあやっぱ千賀というねピッチャーが流れを、うん、渡さなかったよね。例えばそのソフトバンクも失敗がたくさんあったんだけども、はい、まあ、例えばスクイズ失敗だとかさ、うんうんうん、そういうものがあったんだけども、その時流れが変わるかなと思ったらやっぱり千賀がやっぱピシッと、うん、あの抑えてるし、うん、だからそういうことを考えるとやっぱ千賀の力ってあれでかいなというふうに、うん、ただソフトバンクは今日ね千賀から加山につないで、はい、松本、藤井、モイネロって つないだんだよ、はい、このリレーはやっぱりいいね、うん、で今まではその劣勢で、負け投手のパターンって言ったら変だけども、はい、ちょっとロングで投げさせたい、うん、まあ、大関とかね、はい、そういうピッチャーが出てきたんだけどもさ、うん、この今日のそのリリーフ陣の流れっていうのはすごく良かったと思うよね、はい、なるほど、うん、ちょっとここのところね、あの中継ぎ陣のそうだね、こう不安視する部分があったと思うんですけど、まあ、そこ自慢だったんだけどもさ、ね、なかなか機能しなくて、うん、でも松本なんか今日なんかめちゃくちゃ早かったしね、うん、まあ、藤井もまあピシャッといったし、はい、まあ、モイネロがちょっとねフラフラしたけども、はい、でまあ最後ゲッツーで打ち取ったという、うん、いうことで少し流れが変わるかなっていう。で逆にオリックスの方はそれまで当たってた杉本が今日 4-0 なんだよ。4打数ノーヒット急に、うん、はい、だからまあチャンスで打てなかった、うんうん、だからまあそこら辺がね今後響かなければいいなという。で杉本ってこう1年間見た時にずっと長い間調子が良かったということはなかったじゃない。なるほど。何かあってこう離脱したりだとか、うん、調子を極端に落として離脱するとか、はい、あの先発から外れるとか、はい、ありましたね。だからいい時期が長かった、長く続く
シーズンじゃなかっただけに、うん、この 4-0 っていうのがちょっと今後響かなければいいなっていうね、オリックスの方に。うん、そうですね、うん、まあそういうことで明日もあります、うん、はい、ということでソフトバンクは負けられない試合を勝ちました、うん、勝ちました、はい、明日は誰かな。ソフトバンクは、うん、和田というね、はい、先発ピッチャーで、オリックスが山岡ね、はい、山岡は中継ぎに入るんじゃないかって言われてたんだけども、はい、ただ日本シリーズのことを考えると、うん、まだ早いけどね、決着がつかないから、はい、早いけども山岡が投げれると大きいよね。そうですね、うん、ただどっちにしろ明日は中継ぎ勝負になってくると思うわ。なるほど、まあ、和田は行っても5回までだし、うん、まあ、山岡もすぐダメだと思ったらすぐ変えてくるだろうしね、はい、だから明日は中継ぎの投手陣たちが、まあ、いい方が勝つかなっていうようなね、まあ、そんな感じがします、はい、ね、はい、ということで、はい、セ・リーグの方は、はい、出番ですよ、ま、はいはいはい、ボールを張ります、はい、ヤクルトが決まりました。進出ということだね、はい、はい、ですね、勝負、はい、そしてで こちらは一、はい、つ返したというね。これホワイトボードはね、なんか置いといたらね、消えなくなるんですよ。そう、なんか ねやっとここに1が入って、ね、背中に線が入りましたよ、はい、猫ちゃんの。ということで、はい、ということで、まあ、ヤクルトおめでとうございます。おめでとうございます、ね、さっきも言ったけど日本シリーズ頑張ってくださいね、はい、相手はまだ決まりませんけども、まあオリックスが3勝、ホークスが1勝ということでね、まだ2つのリードを保ってるという、はい、ね、ということになりました、はい、明日も試合があります、ね、はい、明日は1試合、ま、オリックス対ソフトバンクの試合がありますが、はい、まあどうなるでしょうか、ま、相当疲れてるな選手だな。いや、見てる方も、まあ疲れるね、すごい力が入るので、ね、戦ってる選手たちは、まあ、大変だよ、大変ですよね、はい、はい、まあ、いい試合を期待してます、はい、はい。